こんにちは。雨の日は何にもやる気が出ないイクミママです。今日はコメント欄で子供がワークブック嫌がった時どういうふうに対応してますかっていうようなね質問あったので、それに対して返していこうと思います。まあ、子供がねワークブック嫌だっていう時は、まあ、何かしらね原因があるんだなっていうふうに私は考えますね。まあ、基本的に子供っていうのはいろいろ学びたがってるし成長したがってるので、子供にその子一人一人にフィットしたワークブックっていうのを目の前に出せば、まあ、大体やってくれるものなんですけども、嫌だっていう時は、例えば体調が悪いとか、今日みたいになんか雨の日でなんか体がすごく重いとかね、低気圧でまあ頭痛になったりするタイプの子もいるし、まあ、単純に風邪気味とか、体調がね、悪いっていうようなことが考えられると思いますね。熱とかは出てないけど、ちょっとだるいなって、まあその程度でもちょっと嫌だって言うと思うし、まああとはそもそもちょっと難しすぎるとか飽きちゃったとか、まあ簡単すぎるとか、難易度が本人に合ってないっていうような時も、嫌だっていうかな、そういうような感じかな。いろいろね、あとは座って鉛筆持って、ワークブックするよりも体を動かしたい、とにかくもう座ってられない、もう元気元気っていうタイプの子はワーク嫌だっていう子もいるかもしれませんね。で、それを込みで、それを分かった上で、ワークを、まあ、今日1日、1ページでも、やらせようっていうね、まあ親のテクニックというか、それの腕の見せ所になると思うんですけど、あくまでね、うちはこんなことやってるよってことで、まず、子供が嫌だって言ったら、私は絶対に食いつきが良い問題に変えますね。なぞりとかって、ちょっと飽きてきちゃって、今日は嫌だっていうような時ね、やっぱりあるんですよね、うちの子もね。そしたらまあそういう時はただただこう読むだけ、これはね、Z 界のグレードアップ言葉っていう3434なんですけど、ただただこういう言葉の練習、この男の子は何をしているかなって、おにぎり食べてるとかね、そういうふうに口で答えてもらうだけっていうね、どっちかっていうとこうあんまりエネルギーがね解くのに少ないような問題、読むだけとか、あとこれとか、絵とのを探してみよう、絵はどこかなって丸つけるだけ、のはどこかな丸つけるだけって、こういうようなどんなにねちょっとやる気がないっていうか疲れてるような時も、こういう風になんか、何してるかな、おにぎり食べてる、はいできたね、汁ぺったんとか、これぐらいだったらねやってくれるんじゃないかなっていうところまで難易度を下げてあげる、優しそう楽しそうな問題に変えてあげるっていうことですね。なぞりが難しいならこういう運筆の方にまで戻してあげちゃう、難易度をすごく下げてあげちゃう、まあ、自分はできるって思えるような自信がつくような、まあ、つまり本人にとったらちょっと簡単めな問題の方もちょっと用意してあげて、まあこれこういうのでちょっと勢いをつけさせて、よし頑張ってるねすごいねなんておだてながら、はいじゃあこっちちょっと1ページやってみようかみたいなこういう感じで載せてあげるっていうことをちょっとしてますね。でまあちょっと、機嫌が悪いような時とかは、まあ、本当は鉛筆で書いた方がねこういうのとかも間違ったら消せるしいいんだけど、まあ、好きな色の好きなペンでいいよって言ってね、未就園児なのでちょっともうゆるゆるでもうちょっとやろうとしてるだけ偉いよっていう感じでね、1ページでもこういう風な載せたりして、まあ嫌って言ったらまあ次の日とかに回してもいいし、こんな感じですね。あとは私だったらアフレコをすることがありますね。アフレコ、例えばねこれはクモンでね、言葉のっていうか普通のひらがなのなぞりのやつなんですけど、あー美味しそう、あーこれはどんな味のケーキかな、あ甘いケーキだーというふうに、こういうふうにちょっと男の子にアフレコつけてあげるんですね。甘いんだって、じゃあかけるかな、横立てくるりんみたいな感じ でこうそうするとなんかそれだけでちょっとやる気出して書いてくれることもあります。これ全部やるんです。はあこれこのカレー辛いカレーだってっていうふうに大げさめに、子供の番組のナレーションの人みたく大げさに読んであげるっていうことをすると、ちょっとノリノリになってくれたりしますね。
あとね、そもそもちょっと分かりにくいし興味もなくて嫌になっちゃってるっていう時も考えられて、まあ次女の場合なんですけど、まあこういうねちびっこそろばん、今そろばんもやってるんですけど、数字だけ見せられても楽しくないし、なんとなくねちょっと分かりにくいんですよね、ということで、まあでもね、そろばんはね、ちょっと身につけてほしいし、進めたいので、じわじわ、機嫌のいいとこに、時に、まあ、5問とか、それぐらいじわじわ進めて、こっちですね、足し算っていう、絵が多いワークブックをこういうふうに用意して、こっちならね、同じ算数でもわかりやすいし、やってくれるので、こっちの方がね、理解できるみたいなんですよね。これだったらやってくれるんですよ、1個がこっちに来て、こっちに何個来たかなっていう風に、こっちに6個来たねって色塗りながら数えてみようねって、こういう絵がねやっぱり実物のものを元にして、算数っていうのを幼児はね学んでいくみたいなので、なかなかねこういう風に式がね並んでるだけの問題よりもやっぱり絵とかがあった方が、やる気になるし分かりやすいし楽しいっていう子の方が幼稚園児の間は多いと思うんですよね、小学校 2,3 年生ぐらいまではそうかな、数字と実際の量の概念がきちんと結びつくのがだいたい小学校3年生ぐらいだって言われて、3っていう数字をパッて出して、あ、3個の量なんだなっていうふうにきっちり結びつくのがだいたいそれぐらいの年齢って言われてるんですよね。なので、まあ、幼稚園児の時代と、あと、まあ、小学校の低学年は、こういうふうに実際のものをね、まあ、絵とかを使って、算数の勉強するっていうのが、まあ、本当は一番、人間の成長的には合ってるやり方なんですよね。っていう、まあ、そもそも違うアプローチを試すっていうことですかね。まあ、クモンの方で、伸び悩み感じたら、まあ、ソロ版にしてみたり、まあ、ソロ版の方での伸び悩み感じたら、クモンにしてみたり、またはこういうふうに絵の描いてある方でグッと難易度を落としてみたりっていう感じですかね。まあ、アプローチを変えたりすることも、有効なのかなと思います。まあ、最終的に、まあ、算数とかは、点数自体が取れてしまえばいいと思ってるので、例えばね100点満点を取るのに、まあ、いろんなねアプローチの仕方があるわけですから、まあ、絵から入ってもいいし、まあ、数字から入ってもいいし、クモンから入ってもソロバンから入っても指で数えても何でもいいよっていうねアプローチの仕方はいろいろあると思うので、うん、いろいろ変えてみて、本人にね合ったやり方が見つかればいいのかなと思います。もう一個あった、そもそも体を動かしたい、運動するのが好きなタイプで、座って、鉛筆持ってワークやるっていうタイプじゃないっていう、そういうこの場合ですね、付け足しときます。確かにすごく運動神経のいいタイプの、女の子とか、まあ、男の子でも体を動かすのが好きな子っていうのはワークブックをするのにその座ってない傾向に確かにあると思いますね。だけど座らないと勉強できないっていうことではないので、ちょっとうちでやってる座らない勉強法っていうのをとりあえず、紹介すると、まあ、こういうイラストカードですね、まあ、英語のカード集なんですけど、まあ、子供が、まあ、立っててもいいし普通に歩いててもいいんですけど、歩いてるところにこう目の前にパッて持ってってジャンプしながらでもいいし、走りながらでもいいし、とにかくお母さんがついてて、July、October を読んであげる。で、何回も何回も読んであげると、子供も一緒に July、October、August、November、September、December って言うようになって、歩きながらでも、ジャンプしながらでも、他のおもちゃの手に取って遊びながらでも、何でもいいんですけど、こういう風に読んであげて、繰り返し繰り返し読んであげて、そのうち、絵も隠します。July, October, August, November, September, December。こう、絵も隠して。長女の場合は、こういう風にホワイトボードで、覚えてほしい範囲の、漢字のをですね。これはチビムズドリルっていう無料のダウンロードサイトで、ダウンロードさせてもらって、ちょっと貼ってるんですけど、これだったら、ここ、長女が通りかかるときに、あ、そうだ、長女、これはなんだ、はい、まわる、これはなんだ、里芋、里山、はい、雲、はい、雪って、これ絵を隠してね、こう、読める、読む練習をしてもらうんですね。
まあ、最初は絵見てでもいいんですけど、まあ、覚えてきたらこう絵を隠してヒントを隠してこれだけで読んでもらうってことをやって、これだったら通りがかるたんびに目に入るし、ちょっと遠くからでも大きめの A4 の紙にプリントアウトしてるので、そっちの方にいてもこれなんだ、はい、まあ、あるっていうふうに、こうポスター学習っていうのが、結構、座ってないタイプの子にはポスターでインプットするっていうのも、有効かなと思います。